女からキモいと思われる行動5選教えてあげます。でまず1つ目、自己紹介。これ自己紹介デートでいらないです。長々と僕はどこどこの会社に勤めていて、学生時代はサッカー部に入っていて、全国大会何件みたいな、なんか長々と自分の話ばっかするやついるんだけど、いらない。女は別にお前がどう育ったとかお前の経歴とか興味ない。女が興味あるのは自分のことをどれだけ楽しませてくれるか、自分にとってどんなメリットがある男なのかっていうのに興味があるので、それを話してしまった時点で、あ、こいつコミュ力がない低価値な男ねと思われます。なので、まあ、自己紹介はまあ、ほとんどしなくていいです。私も年齢と名前しか言いません。で、二つ目、褒めちぎる。なんか、あ、まるまるちゃん、すごい可愛いね。あ、なんか、いっぱいいろんな男からアプローチ来てるんじゃないの？え？みたいなこと言ってる男も多いんだけど、これもキモいですよね。で、これなんでキモいかっていうと、媚びに当たりますよね。あ、私のことそんなにもう可愛い可愛いって言っちゃって、普段そんな女の子と遊んでないのみたいな、まあ。この人モテてないんだろうなみたいな。そういう風に思われます。褒めちぎった時点でね。一回のデートで、まあ、タイプだねみたいな。まあ、そういう感じで言うのはいいんですけど、まあ、可愛いとか、そういうのは言わなくていいっす。もう可愛いとかっていうのはもう誰でも言えるんで、みんな言ってるんで、別に言わなくていいっす、わざわざ。3つ目、優柔不断。これも多いね。ご飯食べるってなって見に来た時に、じゃあどうしよっか、なんか、食べたいものある、どうしよっかみたいな感じで食べるものすら決められないやつが多いんだけど、これも肝がられるよ。優柔不断ってだけでもう、あ、こいつ男らしくないなみたいな、決断する能力ないのかみたいな、そういう風に思われるんで、ご飯行く時とかっていうのはもうバッと嫌いなものにちょっと聞いて、もうバッとあなたが頼みなさい、まあ、そういう優柔不断、これも絶対ダメです。4つ目、許可を取る。これもキモいね、許可を取るっていうのは、例えばまるまるちゃんちょっと手繋いでいいとか、まるまるちゃんよかったらホテル行かない？ OK みたいな感じで許可を取るのはキモいです。男が許可を取るとどう女が思うかっていうと、こいつ許可を取らないと手も繋げないくらい、ね、メンタル弱い男なのね、そういう風に思われます。手ぐらいバッと繋いじゃってください、はい、そういうもんです。それが男らしさです、はい、なので、まあ、いちいち許可取らないでください。それで繋いで、まあ、解かれたらそれで やらなきゃいいだけの話なんで、まあ、いちいち許可を取るのはキモいです。聞いてくんなって話です。5つ目、追いラインとか長文ラインですよね。本当モテない男ほど返信が来てないのに追ってラインをしてしまう。もしかしたらうまくいったかもしれないのに追いラインをしてしまったせいでもうダメになるっていうケースはたくさんあります、はい、別に追いラインをしなかったらすごいこといい感じに進んでたかもしれないのに、追いラインをしてしまった瞬間女はどう思うかっていうと、あ、こいつモテないんだみたいな、モテないならいいやみたいな、他の女に求められてないってことか、もう冷めたわっていう風になっちゃうんで、一通の LINE でもうそう冷めてしまうのが女なので、本当ここは気をつけないといけないです、はい、で、まあ、長文 LINE、 長文 LINE っていうのももうやめなさい、暇なのかなって感じですよね。長文、女に長文ラインをするのって。なので、長文ライン来ても、女を読むのもめんどくさいし、それに返信するのも面倒なんで、長文ライン、もうやめなさい。とにかく、恋愛の本質っていうのは、加点より減点をなくすことです。世の中の男っていうのは、あ、こうしよう、ああしたら、こうしたらうまくいくはず、みたいな。そういう風に、恋愛を加点方式で考えるんですけど、大事なのは、どれだけ減点されないかです。はい。見た目もそうですし、言動行動もそうですし、とにかく減点されないように振る舞うこと。これがデート成功の鍵なので、今言った、キモい行動をしてしまったならば、今すぐやめて、せいぜい頑張ってください。